ついに公式サイトに J リーグと載ってしまう。記者が J リーグについて質問、それが議事録になり J リーグ公式サイトに掲載された模様。公式に載せるとかこいつら気にしすぎやろくさ。まあ文字起こしした議事録を載せただけだけどな。税金で飯を食うってことは、サッカー選手は公務員なんか。ホームタウン自治体が出資してクラブの株主になってるし、三席みたいなもんや。一番比率高い仙台派遣都市で発行済み株式の 48% 保有してる。もともと J リーグ派サッカー日本代表の強化というお題目で創設されたので、ワールドカップの度に日本があれだけ盛り上がるのを考えたら、税金が投入されてもまあしゃあない。もはやあれは公的事業、公益のためにやってるんだから税金も使うよ。上手に税金使って地域活性化しよう。 J リーグで活性化した地域って60クラブ中何クラブあるんや。わからん。100年くらい経てばわかるやろー。